おはようございます。こんにちは、こんばんは。ガーディアンチャンネルです。久しぶりの、撮影っていうか、実写の 撮影したんですけど、やっと来ました。仮面ライダーバトルガンバライジング50周年アニバーサリーセットってことで、待ちに待ったバインダーが来たので、開けていきたいと思います。結構なんか、話題のカードっていうか、発表されてる時から、なんか話題になったカードが多かったんで、まあ、アビリティだったり、キャラクターだったり、結構みんな気になるカードが多いなと思うので、自分もまだちゃんと見てないので、楽しみなんですけど、もうなんか使われましたかね。自分ちょっと用事があって、忙しくて開けれなかったんで、やっとこさ、開けれるんですけど、ここ、これ、傷つけそうで、これ。傷つけないように浅く切ってと。さあ、開けます。ってことで、こうの方がいいかな。開けると、おお、いや、もう見えてる。いや、見えてるけど、ちょっと先に見ますね。はい。ってことで、これ50周年アニバーサリーセット。ってことで、対象年齢15歳以上ですよ、これ。15歳以上。対象年齢超えてる。ってことで、カードボード一種と、スリーポケットバインダー1種と、ガンバライジングカードが33枚収納できますよってのと、ガンバライジングカードが11枚。ってことで、まずはカードボード見ていくと、おー、カードボード、かっこよ。あー、すごい。ん？これがバインダー？違う違う違う。カードボード。かっこいい。中には、あ、中にもカード入るのか。表がこんな感じですね。仮面ライダー50周年アニバーサリーってことで、仮面ライダー自体も50周年アニバーサリーだもんな。すごい歴史。後ろにも様々なライダーがいます。好きなライダー持ってますかね。そしてことで次行きます。さあ、メインはこっちじゃないですかね。おーおお、やばい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 。やばいやばい、語彙力なくなる。やばい。これ、やばい、すごくないですか、これ。かっこよ。1号にブラックに、ダブルに。すごい、こう、めちゃくちゃ、こっち向いて、お、おー、ジオいる。やった。クーガに、ディケイドに、あ、ゼロワン。うおー、アニバーサリーライダース乗ってますね。平成の初め10周年。で、平成の終わりのライダー。で、令和の初めのライダー。で、始まりの、レジのライダー。ってことで、うわ、これはすごい。これ開けるの？開けるの？これ開けるの？開けないとカード、あ、今回開けないとカードが出ないタイプなので、開けるか。これしまっとこ。綺麗にしまっとこ。バインダーってなんかあれですね、2個買おうかなって思うんですけど、1個高いんで、ためらっちゃうんですよね。最低1個買って、で、今回これもなんか2個買おうかなーって迷ってるうちに売り切れだったので、まあ、ギリギリ1個買えたんですけど、うわ、ダスト質感すごい。マットな感じ。ここ、めっちゃない、なんていうの、金箔かっこいい。ライダークレストが全部ちゃんと金の枠に覆われてるんですよね。ツルツル。見れますかね、この質感。やばい、テンション上がってる。で、ガンバライジング。おー。表もこんな感じ。かっこよ。やば。これは絶対バインダーから買うべきですよね。ってことで、ちょっとこれを、後ろに置いて。よいしょ。いや、かっこよ。かっこよ。いや、これ飾っときたいな、こうやって。しまうんですけど。しまうんですけど。で、これを開けるとカードが入ってるんだな、きっと。じゃあ開きます。倒れるかな？カード。おー。やばい。かっこよ。サムネ。決定。どれから見てこう。どれから見てこう。迷うな。迷うな。どれからがいいっすか。どれから行くかちょっと予想してくださいね。ガーディアンどれ使いかなっていうふうにちょっと予想してもらって、さっきちょっとスリーブの準備しとこう。スリーブの準備もしておいて、先しとけっていう。ね。
先に準備しとけよっていう、まあ、計画でやってるんで。うわ、ショッカーど真ん中面白いな。ショッカー戦闘員。で、このうわしか言えない。これな、なんかカード取るとき怖いんだよな。大魔女からいきますか。これカード。おお、こう、あ、簡単、あ、かっこよ、裏、かっこよ。語彙力。ってことで、まずは、大魔女ですね。見やすいように、ちょっとライトを。よいしょ。準備して。あ、ベルトもあるんだよな。かっこよ。アビリティ見えるかな。アビリティはっていうと、チームに弊社ライダーがいるとき、2体、ちっちゃい。読みますかね。よっと、ボケてるかな。かっこよ。やば。いや、まじ、大魔女あるから買おうって思ったんですけど、大魔女、あ、入ってんの大魔女買おうって思ったんですけど、これだけでも十分自分は、嬉しいんですけど、かっこいい、大魔女を。さあ、次は、どれだ。いや、どれもな、かっこいいんだよな。何がいいかっていうと、今回ダークエディションなんですよね。4人のダークライダーいるってことで。今度はフォーゼ行こうかな。フォーゼも、これ、出しにくいんだよな。よ、よいしょ。おっと、ちゃんとフォーゼのクレスト、乗ってますね。メテオフュージョンステイツ。これもちゃんとベルト、見えますかね、ベルトの感じが。かっこいいんだよな。どんどん行こう。で、次はじゃあ、ドライブスペシャルタイプ。よっ、引っかかってるか、これ。よし。おー、セーフ。ちゃんと綺麗に出たぞ。ということで、タイプスペシャルですね。タイプスペシャルベルトはまあ、ちゃんと SP ってなってますね。裏面はこんな感じ。で次は、ダークエディションをちょっと後にしといて、よし。01行こう。で今回01がっていうと、0102で、リアライジングホッパーとイズなんですよね。なんで、イズ、またこれで使えるっていう。イズの攻撃も楽しみですよね、これ。ベルトもちゃんとかっこいいし。裏面こんな感じ。リアライジングインパクトと02ビッグバンが、あの映画のシーンですよね。になってます。で、次が、ビルでいこうと。出しにくいのがちょっとな。まあ、取れやすいのはダメだけど、出しにくい。そうか、これバインダーじゃないんだ。怖い。よいしょ、よし、綺麗にいけた。ってことで、仮面ライダービルド、クローズビルド。かっこいいな。裏面、ちゃんと、クローズビルド感が、してますね。で、裏面がっていうと、ラブ&ピースフィニッシュ。この映画のシーンですよね。かっこいいしか言えなくなって。さあ、どれから行こうかな。どれから行こうかな。いや、クレストかっこよくないですか、これ。クレストがもう、かっこいい。眺めてられる。ずっと眺めてられる。かっこいい。かっこいいしか言ってない。で、じゃあ、ダークカブトから行こうと。出しにくいのがな、こうカメラ越しに出しにくいのがちょっとなんて。怖い。ちょっと鳥坂よりもカード優先でいきます。ダークカブト。今回ダークカブトのカード系持ってない人もいいですよね。で、50周年のカードって、この演出かっこいいんですよね。あのベルトがスーって変わっていくシーンがかっこよくて。ダークライダーだと、この、2006になった瞬間にザーンってスラッシュが入るんですよ。シュンって。
で、バンって出てくるんで、その演出もすごい凝っててかっこいいんですよね。裏面がっていうと、ライダーキック。かっこいい。さあ、次どこ行こうかな。まあ、今回話題になってるのがやっぱこいつらだと思うんですけど、次にエビル。行こう。エビルも最近やってたんで、次のターンのライブが、ホーリーライブが欲しいですよね。で、剣。かっこいい。裏面が、あ、ジャッカルゲルになってる。で、こんな感じと。さあ、次どっち行こうかな。じゃあ、クロノス行こうっと。クロノスが、よいしょ。で、クロニクルゲームはちゃんと最終フォーム、最終フォームじゃないけど武器持ってるんですよね。裏面がアクリティカルクルセイドってことで、また3人できるのかな ?3 人のクロノスみたいな感じで遊べるのかな。今回は結構アビリティがいいんですよね、今回。うん、結構使えそうなカード。で、最後に、よいしょ。カーリバー。裏がチャオドラゴンになってますね。ちゃんとフォームチェンするっていう。かっこよ。ダークエディションと、ライダーたちのカード。かっこよ。で、今回、なかなか面白いなと思ったのが、これは普通に絶対買うやんっていうカードなんですけど、今回ショッカーの戦闘員がカード化されてるんですよ。何気に初のショッカー戦闘員がカード化ということで。これ取っちゃおう。取ってみると、面白い。いいってなってる。いい。で、今回何が面白いかって、これタイプが、見えますかね、これ。タイプオールなんですよ。だから全部のアビリティを持ってる。バーストが楽しみだな。まあ自分、遊んでないので、見ての通り。これから遊びに行くんですけど、どんな効果なのか楽しみだな。演出も楽しみ。まあ、弱い、戦闘員なんで弱いんですけど、この辺も。映るかな。出した方がいいかな。出しちゃおう。攻撃190、防御710、体力430。で、必殺技も110で、アイコンも10、10、10、10、10。で、技術で5、3、50。とで、まあ、すごい弱いわなんですけど、アビリティも見てみると、二のレーンにこのカードが置かれているとき、仲間の防御、必殺、プラス1100、身代わり発生が超、あ、強、究極アップ。で、三個目がっていうと、左のレーンにカードが置かれているときに、仲間の攻撃必殺が100、プラス110で、ライジングパワー10。ってことで、うん、なかなか使いどころが面白そうな。裏がっていうと、集中攻撃とってで、この戦闘員3つ出てる。アビリティがっていうと、バーストアビリティがっていうと、バーストした時の相手より体力が多いと仲間の必殺がプラス1100、AP が最大で20までアップ。で、2個目が、バースト時の相手より体力が少ないと相手の防御プラス、あ、仲間の防御プラス100、1100、体力500回復。ということで、もう完全にこれネタカードだと思うんですけど、なんかこいつを使ってみるのも面白いなと思うので、またこれをちょっとどうやって遊ぼうかを考えてみたいと思います。さあ、11枚あるので、楽しみな、どういう組み合わせで使っていくのか、まあ、これから、チームを考えるのも楽しいと思いますし、まあ、なんか、演出を楽しむのもいいと思いますし、自分もこれから、どんな演出かなってのを、楽しんでこようと思うので、また、動画をぼちぼち出していくので、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。それでは、よし、綺麗に持ってと。さあ、50周年アニバーサリーの ガマイズカードの紹介でした。それでは、さよなら。
you